今週も始まりましたスピードフロントライン、皆様どうぞ最後までご覧ください。まずは先週までの主な出来事です。2月22日からの4日間、奈良競輪場で開設67周年記念春日賞走破戦が開催されました。3月1日、2018年 UCI トラック世界選手権大会男子競輪で岡山の川端智之が銀メダルを獲得しました。その他ご覧の出来事がありました。それでは奈良競輪場で行われた開設67周年記念春日賞走破戦決勝戦の VTR です。フロントライン、長井を叩き切っている。そしてこの時点で一番下は三谷隆起がお手に回って7番手、5番手から3番下武田、最終ホーム飛ばすのは早坂、そして竹内、宮城の下追い上げてきた3番下武田、ようやく1番三谷隆起、三谷も満を持してスパートしていく。おっと前では6番下竹内と強烈な牽制、竹内と強烈な牽制、しかし最終バック三谷隆起大歓声を受けてまくり切った。5番下三谷翔太、さあ兄弟ワンツー、第4コーナーから直線三谷隆起、三谷翔太、三谷ガッツポーズ三谷。地元記念初制覇、まずは今のお気持ちをお願いします。そうですね、エサーになってこの地元での記念優勝しようと思ってしっかり練習してきて、で兄弟でワンツーできたので本当に嬉しいです。そしてゴール後はファンの皆さんの前で三谷翔太選手と手を取り合うシーンが非常に印象的でしたが、あのあたりの思いはどうでした？そうですね、兄弟連携することもなかなかないので、これからしっかり兄弟で連携できるようにして、またこの G1 の決勝でワンツー決めれればいいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。三谷選手おめでとうございます。続いて伊豆ベロドロームで行われた日本競輪学校第2回トーナメント競争の VTR です。フロントライン、伊豆ベロドロームで初めて実施されることとなったトーナメント競争。6社掛け6周回、くじ引きでスタート順を決定するという競争形態で行われました。113回生決勝レースは残り1周でロングスパートをかけた2番松井光雄生徒が先頭に立ちバックストレッチを通過します。しかし1番吉本大成生徒がゴール直前鋭い追い込みで松井生徒を捉え1着優勝を決めました。今回は勝利を、こだわってたので勝ててとても嬉しいです。だいぶ力もついてきたので残り少ないですが、残り1日1日を大切にして過ごしていきたいと思います。114回生決勝、先行する2番日の未来生徒の後ろから各生徒が仕掛けまくり合戦となったレースは、1番佐藤美奈生徒が踏み上げる力には自信があるという言葉通り力強いまくりを決めゴール。第2回トーナメント競争を制しました。初めてのドームでの競争だったんで、自分は結構ドームが得意なタイプだったので自信を持って挑めた3日間だったなと思います。卒業記念レースもやっぱ自分から動かしてきて3日間1着1着1着で胸を張って卒業できるようなレースをしたいと思います。続いて2018年男子短期登録選手の話題です。マティエス・ブフリをはじめ6選手の出場予定が発表されました。初出場はジョセフ・トルーマン、マシュー・グレーツァーの2名、来日は4月10日の予定です。最後は2月28日から行われている UCI トラック世界選手権大会の速報です。岡山の川端智之が快挙を達成しました。男子競輪に出場した川端は敗者復活戦から勝ち上がり準決勝3位で決勝へ進出。迎えた決勝レースでは予選から変わらず自分ができることをやろう、長い距離は踏めないのでどこかで一発自分のタイミングで踏み込むだけと作戦を立てていた川端、レースを後方から進めその時を待ちます。残り半周タイミングを測っていた川端がここで一気にスパート、コーナーを回りさらに加速した川端は2位でゴール線を通過し見事に銀メダルを獲得しました。男子競輪で日本人選手の表彰台は
1993年の吉岡利正さん以来25年ぶりの快挙です。以上、先週までの主な出来事でした。続いてはこちらです。さあ、今週の競輪リンリン、登場していただくのは先週出演していただいた高橋陽介選手からのご紹介、秋田87期の引地正人選手です。引地選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず早速なんですが、高橋選手とはどういったご関係なんでしょうか。そうですね、まあ、同じ同支部の青森支部の、まあ、後輩なんですけど、はい、まあ、あの競輪場とかプライベートの絡みはほとんどないんですけども、はい、あの競輪場で会うとよく自転車の話にこう花が咲いて一緒によく喋る中ですね。はい、引地選手から見て高橋選手はどのような方ですか。そうですね、まあ、常にストイックでこう競輪のことを真剣に考えてて、まあ、後輩ながら見習うところがすごくあるなっていう感じでいつも、はい、見てます。はい、そんな高橋選手からメッセージをお預かりしています。はい、また一緒に麻雀しましょうといただいてるんですが、まあ、完全にかもる気満々ですね。あの僕あんま麻雀うまくないので、はいはい、ちょっとあの遠慮してきます。はい、最後にやられたのはいつなんですか。最後いつですかね、だいぶ前だと思うんですけど、今陶器道伊豆の方に行ってるんですけど、はい、あの茨城県の鳥手の方に行ってる頃にやったのが最後だったと思いますね。じゃあまた機会があったら一緒に麻雀楽しんでください。まあ、そうですね、はい、あの機会があったらお願いします。はい、ではここからはいただいたお写真についてお話伺っていきます。まずはこちらのお写真です。まあ、可愛らしい子猫ちゃんなんですが、飼われている猫ちゃんですか。そうですね、あのうち あのモッファーちゃんです。はい、モッファーちゃんというお名前ですが、誰が付けられたんですか。はい、これはまあ、うちの嫁さんと僕と、まあ、2人で付けたような形で、はい、由来はやはり、はい、見た目です。はい、見た目センスがあるお名前だなと思って。ああ、ありがとうございます。まあ、結構変だっていう話もあれば、まあ、そういうふうに言っていただける方もいるので、はいはい、引地選手には懐いてますか。そうですね、ある程度懐いてると思って、まあ、猫なんで結構気まぐれな感じで、はい、接してます。溺愛されてますか。そうですね、僕の方は一方的に溺愛してますけど向こうはちょっと分かりません、僕のこと好きかどうか。はい、可愛らしい猫ちゃんのお写真でした。続いてはこちらです。はい、さらにこちらはもう心奪われてしまうお写真なんですが、お子さんでしょうか。そうですね、最近はい、生まれたんですけど、はい、女の子です。うちの娘です。お名前は何て言うんですか。まこちゃんです。はい、まこちゃん、こうお父さんとお母さんどっちになんでしょうか。どっち、最初はうちの嫁にだったんですけど、はい、最近ちょっと残念なことで僕に初めて来てるので焦ってるんですよね。こんなこうピュアな目で見つめられたらお父さんメロメロじゃないですか。そうですね、はい、まあ、女の子なんで可愛いです。では続いてのお写真こちらです。はい、こちらは素敵な風景のお写真ですが、どちらでしょうか。そうですね、今冬の間秋田でちょっと練習できないので、はい、陶器道で伊豆の方に行って競輪学校で練習しているんですけども、今そこその眺めがいいところに出てそこの写真です。はい、どなたと練習されてますか。陶器道メンバーってほとんど北日本なんですけど、はい、まあ、青森の杖とかと新山恭平君とか、まあ、あとは同県の森沢君とか長沢武志君とかです、ね、坂本周樹君とか、はい、みんな強い S 級選手ばっかりです。はい、今こう陶器移動のお話伺いましたが、近況ですがご自身ではどう感じていらっしゃいますか。久しぶりに、まあ、ST に戻ったんですけど、まあ、思ったよりは走れてるなっていう感覚はあるので、まあ、これからちょっとずつまた上積みをして一般取れるように頑張ります。はい、では改めて多くのファンの皆様に一言メッセージをよろしくお願いいたします。まあ、結構いい年なんですけども、まだ先行で自力でもう一度一花咲かせようと思っているので、応援よろしくお願いします。引地選手、お忙しい中どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、競輪リンリンでした。続いてはこちら。
今週の担当は久保田博明さんです。久保田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。久保田さんが今週注目しているのはどの選手でしょうか？はい、もう中堅と言っていいんでしょうかね、岐阜の永井清文選手です。はい、どんなところに注目していますか？年末からね、非常に素晴らしい成績になりました。はい、そのあたりポイントは何かあるのかなと思って選手に取材したんですけどもね、はい、若い時、まあ、ナショナルチームで活躍してオリンピックでメダルを取った時期なんていう活躍もありましたけれども、うん、それ以降はまあ普通にね、ナショナルチームを離れて競輪選手としてまあやってきたんだけど、はい、どうもなかなか成績が出ないということで、練習内容を全面的に見つめ直して、競技時代の練習に戻したそうなんですね。そうなんですか。それが非常に実った、はい、ということでした。その結果が今出ているということですね。そうですね、そんなに違うもんなのって言ったら、まあ、この成績が示す通りですよってことなんでね、はい、ちょっと人が変わったぐらいの強さが戻ってきましたね。久保田さんから見て永井選手の魅力ってどんなところですか？そうですね、やっぱりフォームが綺麗ですからね、もがいてるのか普通に流してるのかわからないぐらい、はい、こう綺麗なフォームのままもがいてスピードを上げていくんでね、そういう強い永井選手が戻ってきましたね。はい、今年はさらなる活躍期待したいですよね。そうですね、やっぱり G1 の舞台に帰ってきてほしいなと思います。はい、久保田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、久保田さんが注目している選手は岐阜88期の永井清文選手でした。次回の出走予定は3月5日からの松阪 F1 です。永井選手の走りにご期待ください。続いてグレートレースのお知らせです。3月8日からの4日間、玉野競輪場で開設67周年記念瀬戸の王子杯争奪戦が開催されます。主な出場予定選手はご覧の通りです。全国から集うトップレーサーたちの走りにご注目ください。なお、開催期間中はご覧のファンサービス、イベントが行われます。皆様ぜひご来場ください。続いて競輪学校生徒諸君です。宮崎県那須萌実です。持ち味であるダッシュ力を生かして第一線で活躍できる選手を目指します。地元宮崎の競輪を盛り上げれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。北海道、寺井絵里香です。3年後のガールズグランプリで先行逃げ切りで優勝したいと思っているので応援よろしくお願いします。大阪府、向井まどかです。水泳、剣道、ソフトボール、トライアスロンといったさまざまな競技経験を生かして自分にしかできない味のあるレースをしていきたいと思っています。応援よろしくお願いします。山口県、渡口真理亜です。粘りのある先行で戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。愛知県、吉田由美希です。今まで支えてくださった家族や豊橋競輪場の方々に恩返しができるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。最後は20年前、岡崎隆さんが優勝した玉野記念前節決勝戦の VTR を見ながらお別れです。今週も楽しい競輪ライフを。から川崎、どこからまくるか、どこからまくりますか。そして児玉は上昇していって現在は7番手。しかしその外から宮崎愛好というところで